皆さん、こんにちは。高岡さんです。久しぶりに動画を出しますけどね、コメント的に、私が前から願ってた通り、中日ドラゴンズの根尾昂君、2軍で公式、2軍とはいえ公式戦でピッチャーとして投げましたよね。球速も150キロ、スライダーもよく切れてた。もう外野手としては、才能ないと思います。1割そこそこの打撃では、やっぱりドラゴンズも困りますからね。遊撃も 強打選手が2軍に強制送還された時も、お呼びがかからなかったぐらい、まだ、強打の次というふうに、の力があるとね、ドラゴンズの首脳の方も思ってないみたいですから、こうなってくるとですね、やはり二刀流をしなきゃいけないというんじゃなくて、ピッチャーも、ピッチャーを主体に考えてですね。で、ピッチャーとしては打撃がいいですから、中日ドラゴンズのピッチャーの人たちは全員打撃がいいですからね。2割そこそこありますから。それに根尾君が加わってるとね。花がありますから、やっぱり中日ドラゴンズの試合でね、この人が出たら最初から最後まで見るっていうのは、中日ドラゴンズに今、残念ながらいませんからね。やっぱり、根尾昂君がね、活躍してもらいたいですね。甲子園であれだけ投げましたから、ここ3年ですね、肩を休めたっていう意味ではね、これからね、ピッチャーとしてね、もう、ピッチャーを8割以上、いう気持ちでね、投げてほしいですね。頭いいんですから。おそらく、プロ野球選手の中で一番頭いいんじゃないですか。だから、最もピッチャーに合いますよね。私が、ファンでありますね、権藤さんもね、根尾君の素質を見てですね、ピッチャーをやらせた方が面白いと。まあ、所詮、寿命は10年ですから、プロ野球の選手の。あと10年ですね。もう3年費やしましたから、10年頑張ってほしいですね。もう200勝するとは思いませんけども、桑田さんよりちょっと落ちる程度の、ピッチャーぐらいにはなれると思いますよ。残念ながらね、早く、中日の立浪さんも含めてね、片岡とか、PL で学園の、なんていうかね、勢力で、首脳陣を固めてますけどね、頭のいい人がいないんですね。やっぱり、その独断と専権っていうわけではないけれども、やっぱり、俺は、プロで一流になったから、俺が偉いんだと。そういうのはね、これは打つの上手だったし、取ったり投げたりするのも上手だったんでしょうけど、やっぱり人を見たりね、最適なこの人の素質はこういうものにね、野手よりピッチャーの方があるというね、早くね、中日の首脳陣もね、感づいて、ファンを喜ばせてもらいたいですね。以上です。